な見てますか？土曜の朝はこれを見なきゃ始まりません。ゲームファンのための30分ゲーム EX。 おはよう。というわけでね、この季節になると学校に行きたくないとかっていう友達が多いんだけど、みんな学校にちゃんと行ってるかな。林家たい平です。そして、はい、一平ちゃんです。今日のラッキーはなんとサソリ座の君だ。でもご飯を食べる前はちゃんと手を洗おうね。そして、はい、うちの猫が外に出たこともないのにこの間逃亡しちゃって、今人間不信と今動物不信に陥ってる。チョコちゃん大丈夫ですか？お前大丈夫か？チョコちゃんテレビ見てんの？チョコちゃん、チョコちゃん大好きなんですけど、ね、いつもね、一平ちゃんのね、あの占い楽しみにしてるけど、ね、サソリ座ではなくてもちゃんと手洗ってみんなあるじゃん。余計に洗うといいことあるかもしれないよ。ね、みんなね、いい加減なこと二人いつも言ってるけど、あまり信じないようにね。というわけで、信じていいよ。信じていいよ。いや、絶対信じない。信じない。ゲーム EX 始まりでーす。サソリ座だ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ゲームボーイアドバンス。ドドドドドリフト、ジャ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 ンプ。ゲームボーイアドバンスで初めての 3D レーシングゲーム V ラリー3ついに登場。世界中のコースを駆け抜け、チャンピオンを目指せ。3, 2, 1, GO。 君はラリーの興奮を手に入れる。 V ラリー3。ブースターでパワーアップ。技対技の壮絶バトル。テレビアニメワンピースカードゲームブースター発売中。さあ、ゲーム EX、 まずはこのコーナーからいってみましょう。新作エクスプレス。というわけで、二人ともね、あの落ち着けば一人前だからね、少し落ち着いていいね、はい、よろしくお願いします。はい、今日はですね、2本紹介しますから皆さん楽しんでください。まずは一平ちゃんじゃなくてゆかちゃんからです。お願いします。はい、ゆかちゃん。はい、今週1本目はゲームボーイアドバンスの V ラリー3です。紹介してくれるのはあたりの町田さんです。町田さんね、あの落ち着いてるのは町田さんだけですからね。よろしくお願いしますよ。よろしくお願いします。というわけで V ラリー3、はい、どんなところがパワーアップしたんですか？はい、こちらですね、ゲームボーイアドバンスで、はい、初めてですね 3D、エンジンを使いまして、はい、レーシングを作りました、ね、かなり綺麗な画面ですよね、はい、それでは見ながらお願いします、はい、今こちらがですね、はい、メインになる V ラリーモードという、ゲームになります。はい、お、はい、前回はなんかあのフランスのコースだったんですよね。今回、雪道ですね、これ。そうですね、こちらなんか滑っちゃう、感じ、そうなんですよ。あのこちらはスウェーデンをイメージした雪のコースなんですけど、はいはい、本当に先ほど言ったように滑りまくりの、はい、コースです。ドリフト当てまくり、すごいなんかリアルですね、はい、この道に並んでる木もですね、はい、たくさんたくさん置いてますので、うん、そうですね、はい、ここでジャンプをしたりとかですね、うん、はい、この切り立った感じがすごく今回このゲームボーイアドバンスで大成功してる感じですね、はい、うん、このコースの数ってどのぐらいあるんですか？はい、コースはですね、42種類ございます。42種類、はい、なんか個性的なコースがいっぱいありますね。そうですね、雪のコースであったりとか砂漠のコースであったり、はい、まあ、こちらはあの崖で切り立ったですね、はい、ポルトガルのコースなんですけど、ポルトガルね、はい、なんか車が変わってるんですけど、はい、この辺がポルトガルって言われても別に答えられないから言わないと ね、 ですね。この車の数はどのぐらいあるんですか？はい、車はですね、はい、三菱さんはい、ブジョーさんとか集めてです、はい、10種類ございます。10種類、はい、最初からもう10種類あるんです。最初は2種類しか選べないんですけども、はい、皆さん頑張って挑戦していただくと10種類遊べるようになりますので頑張ってください。なるほど、ね、最初は2種類なんだけど、うん、どん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 やっていくうちに増えていく、はい、あれですか、あのギアとかはどうなってるんですか？はい、こちらもですね、オートマチックとマニュアルどちらも選べるようになってますので、はいはい、オートマチックで、慣れた方はぜひマニュアルの方でですね挑戦してみてください。そっから2速、2速から3速、ね、どこのカーブでどう使うか、はい、ずっとあの車の後ろから見てるこのビューポイントですけど、はい、ビューポイントは変わらない。こちらですね、実はもう一つドライバーズビューというのを用意してますので、はい、実際に運転しているような角度で、楽しめることができます。さらに臨
張感アップと。すごい。すごいですよね。リアルに。はい、いやいや、本当にゲームボーイアドバンスとは思えないこと、ね、臨場感ですね。マシン設定も自分で選べますからね。いいね、そこですよ。十分に楽しめますね。はい、松田さんありがとうございました。ありがとうございました。さあ、続いては一平ちゃんに2本目紹介してもらいましょう。はい、2本目は PS2 の新作です。ドットハック感染拡大、紹介してくれるのはバンダイの後藤さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これは初めて紹介ですよね。初めてですね、はい、ゲームからどういうゲームだかちょっと興味ありますけれども、はいはい、そうですね、うん、じゃあもう早速画面見ながら見ながら、はい、紹介しましょう。はい、このドットハックっていうのはですね、あの近未来のネットワーク社会を舞台にした、まあ、新規作の RPG ゲームですと、はい、で今こちらの方の、まあ、このメールとか出てるじゃないですか。これは要は主人公はですね、ネットワークゲームのあのザワールドっていうそのネットワークゲーム、仮想のゲームがあるんですけれども、はい、それをプレイ中、要はその自分はそのネットワークゲームをプレイしているプレイヤーという感じですね。だからいわゆるあの別にネットにつなぐわけじゃないんですけれども、うん、ネットワークゲームを楽しんでいるような感じになると思います。はい、すごい綺麗。そうですね、目的としてはその主人公はそのネットワークザワールドをプレイ中にですね、意識を失ってしまう友人がいるわけですよ。友人を救うために、まあそのゲームのザワールドというゲームの内部から事件の謎を追っていくという。なるほど。これ現地の世界ではなくて中の世界ということですね。はい、やっぱり何よりもこの映像の綺麗なところね。本当ね、やっぱり綺麗ですよね。で、まあ、その現実世界からそのザワールドにアクセスしている14歳の少年っていうのが設定なので、うん、はい、要はそのゲームの中とその現実世界、その両方の2つのフィールドからゲームは進んでいくと。要はそのゲームをやめてるときはそのメールとかチャットとか BBS とかで情報を得つつ、そこからまたザワールドのゲーム内に入っていって謎を解いていくっていうですね。あ、そうか。ただ単にストーリーを進めていくだけじゃなくて、1回出てもう1回メールでいろいろと情報を集めてまた入る、入っていくっていうですね。あ、2段階に分かれたような、ね、いろんなその楽しみ方があるんですよ、ね、現代に共通したその情報量のいかにどうやってゲーム性で遊んでいくかと、はい、そうか、楽しみですよ。でネット世界を探索するときはそのザワールドにアクセスしてですね、まあ、冒険家の仲間を探してパーティーを組んで戦っていくという感じですね。で、あ、ここ今戦闘シーンですね。そうです。それでまあこのリアルタイムで戦闘するので、まあ、味方に指示を出していって攻撃していったりとかですね、はい、うん、まあ、いろんなやり方はあるわけですよ。またこれキャラもあれですけども、結構いろんなまたキャラが出てくるんじゃないですか。いろんなキャラが出てきますね。ね、それじゃあこの敵はどういう敵かっていうのをもう一回出て、はい、いろいろ情報を集めてまた入るっていうのも手だし、やっぱり情報を集めるのがやっぱりこのゲームの中で一番。そうですね、うん、でこのゲームの、 そのドットハックプロジェクトっていうのはすごいところは、そのゲーム本編とですね並行して発生した事件っていうのを描いたオリジナルビデオアニメーションです、はい、OVA がですね、うん、同梱されていて、その両方を見ながらそのドットハックとは何ぞやというのをですね楽しむことができる。あ、寄り層が熱いですよ、ね、あ、これやりごたえがありますね。やりごたえ非常にありますね、はい、すごい、それを感じました、ね、すごいね、はい、PS2 と OVA 同梱で5800円なんで非常にお得な商品となってます。そうですね、なんかもう本当にうなり声しか出ないぐらい ね、 ね、はい、俺たちの世代は寝不足になりそうなゲームですよ ね、 そうだね、楽しみです、はい、どうも後藤さんありがとうございました。ありがとうございました。さあ続いては一平ちゃん、ゆかちゃんのやれできのコーナーですよ、はい、ゆかのやれできやればできるやれできのコーナー。今回紹介するソフトはゲームボーイカラーで発売されています仲良しクッキングシリーズ5、小麦ちゃんとケーキを作ろうです。はい、テーマは選ぶ、飾る、遊ぶです。はい、紹介してくれるのは MTO の影さん、よろしくお願いします。ちょっと今ちょっと詰まりましたけども、はい、ね、選ぶ、飾る、遊ぶ、飾る、これって一体何なんですか。まあ、美味しいケーキを作るためのですね、うん、3つのポイント、ポイント大切、早速見ながらいきましょう。まずですね、街を歩きながらですね、うん、いろんなあの街のキャラクター、お友達とお話をしてですね、うん、はい、あのいろんな料理 の、 あのレシピをですね、うん、教えてもらうところから始めます、ね、料理本ですね、はい、レシピ、このような感じで、あのいちごクリームのレシピを教えてもらったとか、うん、こんな感じであの手に入れたら材料が揃ったらですね、クッキングの方を開始します。で、はい、先ほど言ったの選ぶ、遊ぶ、飾るの3つのポイント、うん、まず1つ目、あの、はい、どんなケーキを作るのかっていうのをここでしっかりあの選んでいきます、うん、はい、で、あの生地、ケーキの生地からですね選んでいきますので、チョコスポンジとかですね、はい、フルーツ生地を選びました。いろんなやっぱスポンジがあるんですね。たくさんあるんですよね、迷っちゃう、はい、で、あのスポンジとスポンジの間に入るその
クリームとかだったり具を選ぶんですけど、まあ今回いちごババロをまず下の挟むところを選びました。下で感じがつかめそうな感じ。で次にいちごクリームを選びました。で今回2点目のポイントとしてミニゲームなんですけれども、ここをしっかりですね、あの得点って今出てますけど、ミニゲームで得点をたくさん取らないとですね、あの料理の出来っていうポイントが下がっちゃうんで、ここは落ち着いてですね、ゆっくりあのやっていただきたいと思います。なるほどね。そうしての味がしっかりしないわけですね。はい。まあまあミニゲームあの点数たくさん取るとですね、このような感じであの一つ一つ あのステップが成功するんで、ここがあの料理の出来にすごく重要になるんですね。その後3つ目の飾るなんですけど、今度デコレーションなんですけれども、大切ですよね。はい。で今いろんなものをこうデコレーションしてます。ここもしっかり考えてですね、見た目が大事になりますので、あのしっかりとあの見た目を意識して作っていただきたいと思います。そうですよね、美しさがやっぱりそのやっぱり大切なところでもあるわけですよね。で評価の方は、まあ、この感じであの3個ずつこう 3個ずつの評価なんですけど、でしっかりここで最後切ったあの切り口が見れるんで、ちゃんとここのことまで考えて最初に生地を選んだり中に詰める材料を選んだりとかして。なるほど。ということはやっぱりあのミニゲームもしっかりとやらなきゃいけないわけだし、はい、やっぱりいろんなところをきっちりと中身も考えてやらなきゃいけないんですね、はい、そうなんですね。あいやでもね、これいろんな種類ケーキ作れるけど、最大どれぐらい、もうかなりでしょ。かなりですね。もう数えたことがないんで、そのもう数えたら多分何百っていうぐらいの種類にいっちゃいますよね。もちろんチョコレートがベースの、ね、ケーキだと作れるわけだし、わ、かりました、楽しみですね。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ CM に続いては今週も楽しみ、たい平さんのココホレー新作。3028ジェットでゴー2タイト。撃つんじゃねえ、撃つんじゃねえ、今日誕生日なの。書きまくり、動きまくり、戦いまくり、世界初落書きロープレ、落書き王国発売中。プレイステーションでシャーマンファイト、なにちょっととシンクロ率上げなさいよ、あんた修行決定。ちょっとは見れるようになったじゃない。シャーマンキング、スピリットオブシャーマンズ、踏ん張り温泉のもと、欲しい。熱いバトルを繰り広げろ、奴らもリベンジ。あいつもエントリー、お前も。オープニングもエンディングも全て新作アニメーション、ワンピースグランドバトル2、大ヒット発売中。ランダムアウト3、ニューヨークの街を逆走、迷走、暴走、何でもありで突っ走れ。爽快痛快ドライブアクション、ランダムアウト3ネオエイジ。何ランダムアウト3、ニューヨークの街を逆走、迷走、暴走、何でもありで突っ走れ。爽快痛快ドライブアクション、ランダムアウト3ネオエイジ。何大変のここ俺新作。新作の気になるところを掘り下げてみんなにいち早くお見せする大平のココホレ新作。今日はワンダースワンカラーから今年の夏に発売されるんじゃないかと騒がれています、ワンピースグランドバトルスワンコロシアム、こちらを紹介してみたいと思いますが、バンダイの安子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか弱気な感じの登場ですよね。いや今年の夏に発売される予定でございますよね。はい、もちろんですよ、はい、発売します。はい、まあ、とりあえず今日は映像をちょっとご覧になりながら、裏がったりなんか、いやとりあえずじゃあどうぞ。はい、どうぞ。弱気ですよね。いやおなじみのあのフロムテレビアニメーションワンピースグランドバトル、ね、プレイステーションで大変好評発売中のですね、作品がまあスワになって、この夏発売するということになりました。どうなるんですか。とりあえずあの綺麗ですよね。いやこれあのグランドバトルスワンコロシアムという名前で、ワンダースワンカラーであの発売するんですけれども、主要キャラクターはですね、あのアラバスタ編、ワンピースのアラバスタ編に出てくる登場キャラクターが使用できるんですね。でまああのバトル等は、まあ従来のグランドバトルのやり方をまあ踏襲しつつ、より簡単に、要はあのなるほどなるほど、ひさささってやっぱりテクニックがいりますよね。難しいですからね、はい、あのまあちょっと簡単にですね、このゲーム内容を見ながらあの紹介したいんですけれども、まあ本当に A ボタンでジャンプ、 B ボタンで攻撃っていう単純なあのボタン操作で、いいですね、必殺技の組み合わせもほとんど AB ボタンとどうのこうのとか、それぐらいのあのコマンドだけで、どうのこうの
丈夫ですか？ちょっとまだ言えないんですよね。この子の引っかかるかどうか。いや、もうもちろんあのね、こうやって見ていただくと分かる通り、すごいグラフィックもかっこいいし、色もすごく綺麗ですね。敵キャラもあのいろんな動きをしてですね、サンジのまあ今の必殺のキックですね。でこうやってタイミングよく必殺技のコマンドが入ると、かっこいいアニメーションのカットインがバシッと入ってですね、今ゴムゴムのバズーカーですけど ねこういうカあの必殺技が当然キャラクターごとに、まあ、3つ4つ用意されてるので、うん、ぜひ遊んでいただいてですね、その必殺技を見ていただきたいんですが、うん、まだですね、あのスワンならではのところはね、このおいおいこの説明していきたいなと思ってますの です、ね、約束してくれますね。もちろんでございます。絶対ですね。絶対です。夏に向けて頑張ってくださいよ。はい、はい、よろしくお願いいたします。なんか力ないな。いやということで、はい、夏発売予定の楽しみにしていますからね、ランドバトルスワンコロシアもよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。バンダイの安子さんでした。ありがとうございました。さあ、なんかいつもの安子さんではなかった気がしますね。続いては勝ち抜き EX、 久しぶりにスタジオで激しいバトルが繰り広げられますよ。街のゲーマー集まれ、勝ち抜き EX。 今週は2週目に挑戦、小学校6年の並木秀文くん。対するはゲームが大好き、中学1年の大作明宏くんです。勝ち抜き EX では、3週勝ち抜くとワンダースワンとソフトのセット、見事5週勝ち抜くとゲームキューブかプレイステーション2、どちらか好きな方をソフトとセットにしてプレゼントします。というわけで、どういうことになりますか。今日挑戦してもらうのはですね、もう皆さんよくご存知、ぷよぷよボックス、こちらを挑戦していただくわけですけれども、コンパイルの新谷さん、あ、どんなところをちょっと今日は見たらいいですかね。そうですね、やっぱり連鎖がね、どうできるかで、はい、階段積みとか階段積みとか、はい、どういう作戦で出るか、はい、それが楽しみですね。そうですね、はい、さあ、それでは準備ができたんでしょうか。一平ちゃん、ゆかちゃん、はいはい、はいはい、ということで2週目にチャレンジ、お待たせいたしました。いや、今の気持ちはいかがですか。いや、もう奇跡でいいから勝ちたいですね。奇跡でいいから勝ちたい、そんな弱いこと言わないでさ、あの、ぷよぷよどうですか、自信は。あんまりないです。あ、でも頑張ってくださいね、頑張りましょう。そして、はい、こちらなんと1年ぶりにリベンジしてくれた大作くん、はい、さあどうですか、いけそうですか。はい、頑張ります。はい、いいですね、頑張ってくださいね。はい、それじゃあいきましょうか。はい、さあコントローラー持ってくださいね、いきますよ、うん、レディーゴー。さあ始まりました。どうですか、新谷さん、はい、あ、やっぱり大作くんがカエル済みですね。大作くんカエル済み、ね、並木くんがですね、はい、多分、連鎖を狙ってくる階段、階段済みですね、こちらね、違う作戦やってますね、はい、並木くんが大と波の勝負ですからね、これね、一緒に連鎖ポンってきましたね、来ましたね。さあ先制攻撃打った、並木くんが、並木くんがどんな作戦を狙うか。大作くんはね、ずっとカエル済みを狙ってるんですね、はい、そうですね、大連鎖を狙うんですが、うん、さて、これがうまくいくのか。いきそうですね。3連鎖来ましたね。はいはいはい。さて大作くんが、大作くんもこれはどうだ。今どっこいどっこいですね。さあでもちょっと種があるのが大作くんなんで。はい。これでね、並木くんがどんな連鎖を、この後ですね、組めるか。はい。さあ並木くんもいろいろと考えているんですが、ちょっと苦戦してますね。そうですね。大作くんは順調ですね。連鎖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 。来ました。はい。おっと、これでかなり並木くんが不利になってきたか。大作くん堅実ですね。落ち着いてますよ。掘り返せ連鎖組めるか。はい。さあ掘り返せ。2周目どうなんだ。並木くん頑張れ。さあどうですか、新谷さん。あー、というわけで大作くんの勝利。はい、おめでとうございます。はい、どうですか今の気持ちは。よかったです。はい、そして残念だったね、並木くん待ったんだけどね、今の気持ちいかがですか。いや、まあ自分的には頑張れたんでよかったです。うん、そうですよね、頑張りましたよね、という感じです。たい平さん、はいはい、というわけで2週目、なかなか難しいもんですね。やっぱりね、カエル済みがね、大作くんうまかったですよ。ですね、はい、であの初めてなのに、まあ、前回も出てくれたんですけども、はい、かなり落ち着いて連鎖、ね、連鎖をね、こういう連鎖皆さんね覚えてどんどん挑戦してほしいですね。やっぱりあのやれデキを見て大作くん覚えたんじゃないでしょうか ね、はい、そうだと思いますね。はい、新谷さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。さあテレビの前の皆さんもぜひぜひ参加してみませんか。俺こそ5週勝ち抜くんだという方、みんなこの応募要領に従ってご応募お待ちしてます。はい、 CM については今週はどんなのが飛び出すんでしょうか。 EX 情報キャンプ
ゲームボーイアドバンス。俺を目覚めさせてどうしようって言うんだ。ゼロから始まる衝撃の新シリーズ、ロックマンゼロ。タプコン。ゲームボーイアドバンス。僕らの力はバトルの中で目覚める。バトルを変えればロックマンも変わる。バトルネットワークロックマン X2。 タプコン。見てこれを。よし食らえ筋肉マスター。ワンダースワンカラー筋肉マン2世ドリームタッグマッチ好評発売中。次は勝つ。ワンダースワン。チームバトルで盛り上がろう。デジモンバトルスピリット。誰だせ。ワンダースワン。さあ続いてはこのコーナー行ってみましょう。 EX 情報ジャンプというわけで、このところずっとですね、はい、カードゲームこちらを紹介していますが、はい、今日もカードゲームを紹介しましょう。はい、紹介してくれるのはバンダイの福原さんです。はい、よろしくお願いします。福ちゃんよろしく。よろしくお願いします。福ちゃん。ね、福ちゃん。福ちゃんじゃないよ。ノリで。いやいやいや。いやもう純歴だから。純歴決まってるから。よろしくお願いします。今日はどのカードゲームなんでしょうか。まあいろいろ説明 してきたんですけども、今日は新しいキャラクターを、新しい新進系の新しいキャラクターをお持ちしました。名付けてですね、SD ガンダム武者丸伝というキャラクターになります。プラモデルの BB 戦士でも非常に今子供たちの間で人気があるキャラクターなので、これが待望のカード化と。ということで、こちらの方、まあ見ていただければ分かるんですが、まあ、一部なんですけども、はい、まあ、かっこいいガンダムですとか、まあかっこいいガンダムからかわいいガンダムも、愛嬌のあるね。そうですね。なんかかわいい。ギャグもちょっと踏まえつつというところでですね、こちらが非常に人気があるということです。なるほどね。カード、まあ、こちらももちろんカードゲームとしてですね、はい、作っておりますので、まあカードの、まあ、説明の方から、はい、させていただければと思います。こちらに、まあ大きいサイズのですね、カードがございますので、はい、こちら見ていただいてですね、まあかっこいいのと、かわいいのとあるんですけれども、まあ基本的にカードゲームですので攻撃力というのがありますと。でそれがですね、まあ、この右下の、500という数字、こちらが、攻撃力になりますと。で、まあ、簡単にゲームの流れを説明いたしますと、まあ、4枚ずつですね、お互い、カードを出し合って、でその攻撃力が強い方が勝ちと、まあ、非常に簡単なルールになってます、ね、で、あとですね、まあ、攻撃力の他に、こちらの下のところにですねテキストがありまして、はいはい、必殺効果という部分と合戦効果というのがありまして、うん、まあ、こちらを使うことによって、うん、パワーアップしたりとかコンボが発生したりというところで、うん、これも、勝負の中で非常に重要な要素になってきます。なるほどね。それと、まあ、あと属性ですね、右上の方に、地という文字があるんですが、こちらが新しい属性というふうになっておりますので、これをつなげることによって、まあコンボが発生したりですとかパワーアップしたりというところで、こちらも、勝負の鍵になる、重要なキーワードになります。あ、なるほど、ね、いう簡単な、カードルールになっております、ね、今までのね、あの普通のガンダムです。属性なかったですよね。そうですね。それに比べて、うん、まあ今回は光であるとか闇であるとかありますので、うん、また面白みが一つ増えてるという。増えてる。これちなみに今何枚ぐらい出てるんですか。ちらまだ、今回が第1弾になりますので、はい、まあ、40種類ぐらい。40種類、これを組み合わせてですね、はい、デッキを作っていただければ。はい、はい、お楽しみに。福ちゃん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。福ちゃん、そう、センキュー。よくなくていいじゃない。センキュー。さあ、続いてはこちらのコーナーです。新作ホットラインキャ。はい、今週1本目は TS に登場、シャーマンキングスピリットオブシャーマンズ。原作を忠実に再現した18のキャラクターが持ち霊を使って戦っていくファン待望のアクションゲーム。ストーリーモードのほか3種類の対戦モード、アンナの修行モードなど全8種類のモードを搭載。シャーマンキングファン必見のアイテムです。続いては V ラリースピード。世界を転戦してチャンピオンを目指す V ラリーモードのほか、ライバルたちとサーキットで勝負する V ラリークロスモードや通信ケーブルを使っての対戦モードなど、モードも充実。全42コースが用意されているからやりごたえは十分だ。さて、お次はゲームキューブで登場、パプコン VS SMK2 イオ。新スティッチで軽快に技が出せる新操作感覚ゲームキューブイズムを搭載。アナログ操作に慣れたらテクニックを極められるアーケードイズムで本格的なコマンド入力にも挑戦。アーケード版経験者も挑戦の価値ありです。今週最後はアークザラット鬼神復活。
プレステ版のアークサラット2で15歳だった主人公のエルクが21歳に成長し、伝説のハンターとして登場。エルクはモンスター退治などの仕事を請け負い、成功させることでハンターレベルを上げていきます。盛りだくさんのイベントやド派手な戦闘など楽しさも満載です。さあ、というわけで今日もお別れの時間になってしまいましたけども、はい、ここでゆかちゃんからお知らせがあります。はい、はい、じゃじゃん、じゃじゃじゃん。ただいまカルチャーブレーンでは先客番内キャンペーンを全国のお店で実施中です。先客番内キャンペーンのポスターの貼ってあるお店でハムスター物語2アドバンス、スイートクッキーパイ、おしゃれプリンセスのいずれかの商品についているバーコードをお店に置いてある応募はがきに貼ってカルチャーブレーンに送ると、なんとですね、なんと抽選でハワイ旅行以下ご覧の商品が当たります。いいですね、いいですね、行きたいな、行きたい、じゃん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 、アロハ、行きたい、みんなもね、ぜひ応募してみてください。というわけでまたお会いしましょう。それではさよなら、さよなら、じゃね、また見てね、待ってるよ。私たちの時代がスピード、番組からのプレゼントです。今週はヤレデキで紹介した仲良しクッキングシリーズ5、小麦ちゃんとケーキを作ろうを10名様に。バンダイより SD ガンダム武者丸伝コンプリートセットを5名様に。光学機器の健康よりビギナーからマニアまで楽しめる高性能な天体望遠鏡スペーシア 900RE を1名様にプレゼントします。ご覧の要領でご応募ください。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。